抹茶。今回は、はい、冷蔵庫に余ってるもので、あ、あの何作ると思います？ですね、今ここに出てるの人参と玉ねぎなんです。はいはい。もうこっからこっから当ててみて。野菜炒めか。ああ野菜炒め。玉ねぎ、あ、酢豚。ああ惜しい。惜しい。惜しい。ホイコーロー。ああ惜しい。全然惜しくないかもしれない。はい。徳ちゃんと昨日行ったとこで、はい、おじさんに聞いた、はい、ワカサギの南蛮漬けを作りたいと思います。あーいいですね、はい、それ食べたい。それは食べたい。絶対美味しいじゃないですか。それとかじゃなくても何でも食べたい。まあ何でも食べたいんですけど、育ち盛りやもんね。ワカサギの南蛮なんか絶対美味しいじゃないですか。これ美味しそうよね。これ鱗取ったやつやったっ。取ったやつです、はい、取ってないやつはまだあるはずです。あの冷凍庫に入れました。あ、じゃあもうこれだけにしとくか。ちょっと足りないんじゃないですか。足りる？足りるか。漬けも入れたらいいんじゃないですか。漬けも急に不安になったり。でもそういうあのそのままパコってもう開いて水バーってかけたらすぐ解凍はできると思います。確かにね。あぶらかたぶらって知ってます？知ってるよ。俺あの結構内緒にしとったけど米米クラブめちゃくちゃ好きなんですよ。昔からロマン飛行とかめちゃくちゃいい歌やあれ。まあね、夏といえば。でも俺らよりちょっと上世代やもん。ああそうですね、うん、でもめちゃくちゃ好きやったですね。子供の頃からめちゃくちゃ好きで。油かたぶらじゃないけですね、あの曲名油かだぶらやけど。へぇこの辺から、この辺から好き度合いが。あー、ANA か JAL の、 あの、うん、広告歌で、あのロマン飛行なんで。そりゃ知らない。結構詳しいじゃないですか。いやいや、だけどもうめちゃくちゃ好きやって、本当にね、なんかうちね、ちょっと怖かね。まああの、あ、好きってなったら、えらい追求していったんですよ。あ、好き。トランク一つだけでロマン飛行へいらっしゃい飛び回れこのマイトルハーじゃないですよ。ハーってこうあビューヨーンってちゃんといかないです。めちゃくちゃいい歌ですよね。まあね、うん、まあね、急なコメコメクラブ推しは何だったのか謎ですけど、めちゃくちゃ好き。人参と玉ねぎ、まあ先ほど、はい、言いましたが、この2つを入れていきます。はい、この包丁、一丁切れん。これ、怪我する。米を、米米をって知ってます？米をって。何それ？だから世代じゃないんで。ああ確かにね。むしろ世代に近づくはずじゃない。神保でも歌好きやろ。はい、ね、今度カラオケ行こうぜ。一人で行くのが好きなんですよ。断られたね。いいですよ全然。なんそんなの。一回断っていいですよ。なまさか神保おいば口説こうとしよるやろ。でもちょっと行こうよ。なんかあ、せっかくやったらバーとかに行こう。立ってなんか見せない、一周したいせんよね、神保。歌始まった瞬間、あの、いきなり立ち上がってさ、店の半ば一周。あの、もう歩きながら。うん、それはないですね。ない。おい、一周したおひねりば、ちょっと。はい。もうちょっとひねってから喋ってくれます。人からよく行くんですけど、うん、お盆に行こうと思ったら予約してなくて2時間待ちでやめましたね。一人で俺行ったことない。なんかおい、いつも一人家じゃないですか。おい、でも一人行ってみようかな今度。でも結構敷居高いよ。なんか一人でカラオケボックス入るの。
そうですね、行ったことなかけん、なんか行けば、でも、よう見るよね。ああ、まあですね、サラリーマン男性さんとかにも見たりしますね。そうそうそう、あと女の人もよく見ますね。くそー、米米クラブメドレー行っとくか、一人で。米米メドレーね。知らん？米米メドレー、なんか粉っぽそうですね。米米メドレー知らんわけ？まさかみんな。ちょっと分からないです。分からないですか？ちょっと分からないです。まあね、ミュージックステーションみたいな、そうそうそう、のお正月の特番の時にね、米米クラブさんがメドレーでやった時に米米メドレーってやってばやんさって。どうしました？いや、ちょっとガチなやつで、ちょっとだけ戸惑っただけです。ムネオくん、俺を舐めてもらっちゃ困ります。好きやったらもうとことん行っちゃうタイプ。うん、ちょっとだけね、ちょっとだけ。おっと、おっとと思った。ちょっと米米クラブの話ついていけないんですね。あ、ごめんね、自分置き去りにしちゃって。ぜひ聞いて。ちょっとびっくりしちゃった。ガチすぎて。そうだってもう、完全に分かったろ、みんな。俺が戸惑ったって。あ、こいつガチのやつやなって思いました。思った。はい。お、はい、処理できました。何か完了しました、はい、で、お野菜も、はい、まあ王道のね、玉ねぎと人参3等で、はい、はい、はい、そしたら、じんくん、はい、片栗粉で、はい、まぶす感じで、うん、もう、やべべべで、本当はね、すし酢だけが好きなんやけどね。あ、甘くなりますもんね。なんでもまあまあ、もう砂糖と、まあ、適当に塩と入れて適当にまた作ります。はい、ちなみにジンボーアの好きなアーティストさんとかは、もう言ってる通りずっと迷うと、はい、あとはワンプワンオクとか、あとはそこらへん。なるほどね。あとはライブ行ったことありますね、あとは最近気になってるのはスミカさんとか。徳ちゃんわからんかな。わからんな。ごめんな、振っといて。いや、ジン本当好きやもんね。あ、そうですね、ただ俺がわかるはほら別に関係ないんで、ね、視聴者さんに分かられるか。あ、そうですね。あ、そう、あ、そう、あとはミセスとか今行きたいですね、ライブ。ミセス、ポテトヘッド、うん、あ、ミセスやったっけ、違うか。あ、おるか、はい、横に。会話がもう。俺がついてて。いや、ロイドやろ、ロイド。ロイド、ミセス、ロイド。上手や。おお。じゃあ、ムネオくん、アーティストさんとか、誰が好きなんですか。やっぱ前ファス好きです。ああ、いいですもんね。でも結構聴いてんじゃないかな。ああ、あとはユーリとか。ああ、まあだってユーリさんを引っ張ったのは前ファスのヒロキくんやなかかな、確かね。ライブのね、会場におるとで、ね、あそこはやっぱ好きですね。うん、一緒にやったりもしてるし。なるほどなるほど。じゃあちょっと砂糖入れますね、はい、ちょっと甘めにしてもいいでしょうか。はい、はい、どうぞどうぞ。もうここはもう胸奥の味付けでいってもろって。片栗こんなんでいいですかね。あ、いいよ、しっかりでね、全然あいまんめーす、あいまんめーすよ。流行りに乗って珍しく。え、流行りっていうかもうだいぶ前の曲や。3年ぐらい前。前の曲や、うん。だってコロナのね、歌なんで。よし、はい、塩も入れました。はい、と、おいな、YouTube の履歴見てマイバースばっかり。あとはもうビートボックス。え？CD 買わないタイプ？いやいや、部屋にポスター貼らないタイプ？いつの時代だよ。おい、天井にまで発見。
俺のあの実家の、まあ、昔はね、はい、昔はそうよね。いやもう天井にスケボーと、まあ、米米クラブさんと昔は本当そうよ。あ、お野菜入りました。お野菜入りました。お野菜入りました。あ、ではもう純くんあげちゃってください。はい、はい、綺麗です。じゃあ揚げ、あげ、あげあげクラブ。お、バカにしとっとかガチのやつの前でちょっといじっちゃいかんって。マジで。で、大体南蛮漬けって、はい、こう調味料合わせて、はい、それに熱いやつ入れるんですよ、はいはいはい、ここで温めたりしない人が多いんですよ。あー、なるほど。煮詰まる件かな。どうなんですかね。温める人は少ないんですけど、俺は、はい、温めて、こう、なんていうんですかね、全部をギュッてしたいです。柔らかくして。ちょっと何言ってるか分かりませんすいませんけど、あの見てる人を代弁して俺は言いました。ちょっと何言ってるか分かりません。玉ねぎの足りんやった。はい、味見、味見。もっと甘い。すいませんね、今回なんかいろいろ喋ったりして料理に集中できるんですね。で、全部ですよ全部全部。昔の曲とかを例えばまあ90年代、まあ、2000年代ぐらいやったら、はい、神保とか聴いたりすると、小田和正さん。ああいいよ。山崎雅之さん。はい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 。さらに遡って織田信長とか言うかと思った。なんとかのじゃない。ある意味歌かもしれんけどね。アーティストっていう時に信成出してきたやつかもしれない。めちゃくちゃいい曲ばっかです、うん、まあそんな、なぜ、うん、いやいや、マジで今度ディアママは聴いて。ディアママ、うん、LGY と小田さん。あー、なんかあったね。懐かしいやろ。ディアママでしょ。そうそうそう。宗男君はあの年代やったら他に誰聴かれますか。あ、小学校は XJAPAN。 あ、はいはいはい。中学校で、まあ、ラルク。高校ぐらいになったら、はい、ヒップホップみたいなのばっかりして。あ、で18歳の時に、17歳かソールドアウトとかで。ああ、まあ 10代の時だったらもうそれこそハイスターとか、まあ、インディーズバンドをめちゃくちゃ聴いたな、ね、いろいろね。いや、まあね、ミスターオレンジっているんですけど、 それとかね、めちゃくちゃビューティフルとかめちゃくちゃいいんですよ。確かに、その自分たちも自分が中2、3、高1ぐらいの時がインディーズバンドが、そうですね、すコアメロコア系がめちゃくちゃ流行りましたもんね、うん、だからそういう系のなんかライブとかも行ったりはしてます。クルメにフルモンって言ってね、今この辺の人が聞いたらうわーって多分なる。行ってましたよ、ライブ。ニコチンやったっけ。ニコチン、チャコリ、チャコールフィルターですけど、どっちやったっけ。サーバー、それこそあのチャコールフィルターじゃないかな。チャコールフィルターやったっすけど、ニコチンがどっちで、あの漫画倉庫の店員さんやったっすもんね。ニコチンもね、あのモーテルヘルかなんかいう曲があってね、その曲が一番好きやけど、その曲はどこにもないよね。あなんか、CD の2番かなんか意外とその辺はめっちゃ聴いてました。やっぱね、あとはもう王道坊主とかザ・モッツとかね。もう揚げたやつは入れちゃっていいよ。はい、どうも。はい、あで、これで、はい、もう粗熱取れたら容器に移して、はい、冷蔵庫で冷やします、はい、で、食べるの明日。だって落ち着かんやろ、酢が。はい、でもオチもつかないですよ。おお、上手やん。神保ワンポイント。だから明日休みじゃないやろ、うん、食べれるやん。もう食べたかったっすよね今。いやいや、まあそれか、うまいっす、今日食べてと明日食べてのね、食べ比べとかもいいんじゃない。あっ
ジンボ2ポイントお父さんがディフテックとかも好きやった。ああ、デフテック。ああ。だってデフテック俺18とか。まあでも年代的に言うとね、あのなんかな、それぐらいの年かもしれんですかね、うん、デフテックとカリエシとか。あんま、あんま、それで、ね、懐かしい思い出があるっちゃんね、はい、あの洋来市とね、はい、車に当時ね、はい、乗った時に俺がヤンマーよーって歌ったさ、はい、そしたら洋来市がノーキングやそれがめっちゃ未だに覚えてる。全然覚えてるそれノーキングや言われたの。そういうしょうもないことで意外と覚えとったりする。そうなんかねしょうもないことってしょうもないやろ。だって何十、20年ぐらい前やろ。そう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 、20、うん、20年ぐらい前本当に。お、何の言葉忘れたけどね、俺もなんか鮮明に覚えてるしょうもない言葉ってね、昨日の夜ちょうどそれ考えて、なんでこういうので覚えとったやろ。あ、でも今忘れた。あ、何やったかな。ふとした時にポンっていろいろ思い出すことがありますもんね。しょうもないこと覚えとっちゃうね。まあいろいろね、あのこの料理動画でいろいろいつもは聞けないようなことが聞けたんじゃないかな。いつもの料理動画と違いますね。いやいやいや、なんか言ってこうメンバー内好きなものとかあんま知らんなって思った件が、今回はちょっとアーティスト誰が好きなのかなというので振っていって、レアかもしれないですよ。やろう、俺がコメコメクラブを好きやったって知らんやったっていうのがね。ほんとね、ヨライとかモンパチとかめっちゃ好きやったもんね。なあ、モンパチもめちゃくちゃ、ね、この音は美味しそうな匂いやね。ちょっと食べれるんじゃないですか。ちゃんと味しめて落ち着いてからが美味しいて、はい、試しに食べてみる。ちょっと食べてみます。で、明日食べるね、比べて明日食べてみる、はい、明日が絶対うまいけど。まあ、タカン爪は大丈夫ですか。俺もね、ちょっと思っとったんですけど気づいたね、味が締まりますんでね、はい、ちょろっとぞもうちょっと大丈夫よ、ちょろっとぞ、はい、あー、OK、 あ、すいません、じゃあいただきます。はい、どうぞ。うん、うまいけどやっぱ冷えた方がいい。うん、そりゃそうや。あ、うまい。これがまだ酸っぱいやん。うん、うん、あ、でもうまい。うまい。で、冷えたら冷えて明日になったらこのすげえ寒いが落ち着く。はいはい、刺激がなくなるという感じですね。よし、明日食べましょう。はい、はい、ってことで、はい、次の、はい、翌日になりました。はい、さあ出来上がりました。はい、はい、落ち着きましたかね。こちら使っておりますね、先のナンバ漬け、めっちゃ美味しそう。ちょっともう昨日ね、ちょっと食べたけん食べ比べましょうよ。はい、昨日はいい感じだ。あの酢感がまだ残ってて、まだ酸味があって、ね、ちょっとトゲトゲし、うん、刺激がね、わ、うん、はい、かったですもんね、まだ。そうそうそう。もうだいぶ落ち着いたはずです。はい、はい、あー、もうね、いただきます。いただきます。うまそうですね。いや、これ美味しいと思うんだよな。うまっ。うまい。うまい。うん、うまっ。全然違うね、ドロッドロ、野菜も、うん、あ、食べます。一個のちっちゃい、マジでうまい、うん、あ、マジでうまいね。うまい、まろやかになってる、うん、なんか甘さが引き立つ感じに、うん、なって、あ、野菜もうまい、しなーっと、米欲しい、米、ね、このね、米クラブや今疲れたね。今んとはもうなんか徳ちゃんが上手かった。今は年してやられた、うん、俺もうずっとね、始まる前からね、昨日のコメコメクラブがいつ言うてやろうかいつ言うてやろうかと思ったら人望の米欲しいとか言ってた、ね、今って思った。なんで今んと上手かったね。やられた、やられましたね。続きもんなんで、日をまたいでも
しかし美味しいですね。美味しかね。美味しい。ワカサギがこの南蛮に合うって、合うっていうか南蛮とかって思ってなかったですね。マジで。うん。でもこれ一番正解なのかもしれない。うん。まあでも確かにほら小味もさ、なんだかんだこう頭からこう揚げてと、ま、一緒のタイプなんでね、そりゃ合うやろっていう。うまい。マジでうまい。うまい。あとやっぱ季節柄もいいですね、あの、うん、さっぱりと、うん、なんかお酢とかも単純ですけど、うん、ちょっと健康になった気がするじゃないですか、うん、夏とかね。はい。あの野菜ジュースをねパックの1本飲んだだけでえらい健康になった気分になるのと一緒で、はい。今日体に良かったことしたらちょっと思うもんね、はいはいはい、なんかね、あれ何なんすか ねあれと一緒の効果が得られて、うん、まあ本当に体にいいでしょうけどね、うん、いやうまい、これは本当おすすめっすね、はい、食べやすいし、僕結構子供の味覚って思うんですけど子供もいいと思いますし、うん、あのやっぱ作りよっとき、はい、見てる人が、はい、砂糖入れすぎやろって多分思った人もいるかもしれない。でも全然あれだけ入れてもこんなもんやけどね、うん、そうですね、全然その砂糖感というか、そうそう甘とはなると、うん、甘いんですけど、あれだけ入れてもこんなもんっていう、まあ分か味わかんないけど、うんうんうん、結構入れるよっていう。そうですね、煮物とかもやっぱ結構入れますし、ですね、うん、九州は特にねお砂糖を使った料理が多いので、はい、いやしかし、ワカサギがいい料理になりましたね。これはリピートしたい。まあね、釣り楽しんででも行けますし、はいはい、食べても美味しい。美味しい。いいお魚。大量消費できるのよね。そうですね。はい。一気にトンってできるから。で、まあ何年もとかイカみたいな感じでは保存はちょっと効きませんけど、まあ、ね、一月近くぐらいはあの冷凍すれば、ああ、すぐ冷凍しちゃえばあの持つそうなので、これあのなんていうの、作ってる時に、はい、お水を使ってないんですよ。はい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 。おなんで冷蔵庫入れときゃ普通に作るより日持ちはする。そうですね。ああ、そういう、そうそうそうです。いやいい、いい料理を教えてもらいましたね。ほんとに南蛮かと思ったね。マジでめちゃくちゃ合う。であのね、まあ、2タイプ、2タイプっていうか野菜そのまんま、ね、生で入れる人が多いと思う。シャキシャキ感が好きな人と。僕タイプどうでした？で僕これ好きですよ。この美味しいですよ。ガバスと全部食べて、あのスーパーのお惣菜コーナーの南蛮漬けがこっち系なんですね。確かに、ね、はい、確かに確かに。あの家庭で作られてくるとシャキシャキ系が結構多い。そうね、確かに、はい、まああのうちは生でやるよみたいな人も一回してみてください、はい、ぜひとも。ありやんってなるかもしれない、はい、はい、じゃあ今回は余り物で、はい、ワカサギがあったのでワカサギの南蛮漬けなるものを作ってみました。はい、はい、ものすげえ美味しいんでぜひとも作ってみてください。おすすめです。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。釣岡プロデュースの海鮮丼屋ゴルフスタジオを営業しております。海鮮丼屋は吉野ヶ里遺跡公園前、ゴルフスタジオは釣岡ハウスの横で営業しております。ぜひお越しください。高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。